やれやれ、俺とミオンが組んじまったら優勝確実じゃねえのかよ。当然でしょ、優勝で当たり前、競うのはむしろタイムじゃない。ケイチ、それにミー、二人にお願いがあるのですよ。レナたちのお願い聞いてくれないかな。かな、なんだよ、二人ともやけにニコニコして。お願いって一体なんだ。でもね、ケイチくん、ミーちゃん、このバトル棄権してくれないかな。は？なんで私たちが棄権しなきゃなんないの。だってレナ、あの鏡でどうしても叶えたい願い事があるの。みー、レナの願いを叶えてあげたいのですよ。ダメだよ、どうしても叶えたい願い事なら私にだってあるんだからね。そうだぜ、そんなに欲しいなら部活で正々堂々と勝てばいいじゃねえか。どうしてもダメかな、かな。絶対ダメ、危険なんかしないもんね。ということだそうよ、レナ。やっぱり戦うしかないみたいね。しょうがないね、手加減しないよ。上等だ、来い。さーて、何秒で潰せるかな。まだまだ。相談って、まさか試合を放棄しろとか言うつもりじゃないだろうね。どうしてそれを。さっきもそんな寝ぼけたことを言ってきたやつがいたからさ。私たちにはどうしても叶えたい願い事があるんです。ねえおねえ、あの鏡を私たちのために使わせてくれませんか。どうしても叶えたいことなんですの、ケイチさん、ミオンさん、お願いです。バトルを放棄してくださいませ。絶対に嫌だね。
こっちにだって譲れない願い事があるんだよ。そんなに欲しいなら力ずくで持っていきな。あ、お姉がそこまで分からず屋だったとは。それじゃ容赦はしませんよ。ケイチさん、ミオさん、覚悟してくださいまし。さて、何秒で潰せるかな。恥の隅なんや。面白くなってきた。あっぶっ、なかなか追い込んでいくわ。よし、ミオンの願いって何なんだ。それはどうでもいいじゃない。そんなこと、早く次行くよ。おや、君たちこんなところでデートですか。いけませんね、真っ昼間からイチャイチャなんて。そんなんじゃないよ。どこをどうしたらミオンとイチャイチャしてるように見えるんだよ。どうも気になりますね。不審なところがないか調べてみましょうか。おいおい、調べるって何をだよ。俺たちにやましいところなんかこれっぽっちもないぞ。嘘を言っちゃいけませんよ君たち。ダム建設現場跡地から消えた魔法の鏡のこと知ってるんじゃないですか。どうしてそれを。我々は消えた鏡の行方を追っているのです。ご協力をお願いします。そうそう、鏡を使って綺麗なお姉ちゃんたちをたくさん食べらせて。大石さん。ああ、今のはちょっとした妄想ですよな。ケイちゃん、こいつらに鏡なんか渡したらろくなことにならないよ。そのようだな、さっさとご退場願おうぜ。
秒で潰せるかな。大石さんのくだらない野望打ち砕いてやったぜ。案外楽勝だったな。願いを叶えるのは絶対に私たちだよ、ケイちゃん。ちょっといいですか、前原さん。魔法の鏡のことであなた方に少々お聞きしたいことがあるのですが。よかったら入江先生にちょっと貸してあげてほしいんだけど、どうかしら。ここにも鏡を狙う人間がいたのか。狙うなんて人聞きの悪い。ちょっと触るだけ、ほんのちょっとお触りするだけですよ。入江先生、鏡のことを聞いてからどうも様子がおかしいのよ。私なんだか心配で。心配なんていりませんよ、知恵先生。どうせ監督の願いなんてメイド天国を作ってウハウハするとかそんなことでしょうから。どうしてそれを。やっぱりそんなくだらないことにあの鏡は使わせないよ。せっかくの力がもったいない。そんなに欲しいなら力ずくで取っていくんだね。話して分かってもらえないのでしたら仕方ありません。知恵先生、やるしかないみたいですね。私も なんで私まで。めんどくさい。ケイちゃん、二人まとめて片付けるよ。何秒で潰せるかな。これはどうです。あったれちょっと痛かった。これはどうです。カキブスナー、カキブスナー。まだ弱です。あったれどうしちゃう。さすがにカキブスナー、カキブスナー。ここからが本番ですよ。
例えば？ こんにちは。二人に話しておきたいことがあるんだけど、ちょっといいかしら？言っておくけど、あの鏡なら渡さないよ。バトルに勝ってあれを手に入れるのは私たちなんだから。あらあら、察しがいいこと。それなら話が早いわね。実はね、あの鏡のことをいろいろと調べているうちに大変なことが分かったの。大変なことって？ああ、あれを使って願いを叶えようとすると3日以内に喉をかきむしって死んでしまうらしいんだ。嘘だろ？姉ちゃん、そんな嘘っぱちに騙されちゃいけないよ。大体そんなに危ないものならなおさらそのだけで預かっておかなくちゃ。嘘じゃないわよ、オカルトよ。だからやっぱり鏡は私たちが預かっておくわ。絶対嫌だね。そんな口車には乗らないよ。私はあの鏡を手に入れて願いを叶えるんだ。欲しいなら力ずくで持っていきな。そう、そこまで拒むのなら仕方ないわね。次郎さん、私を愛しているのならこの人たちを徹底的に痛めつけてくれるわよね。もちろんだよ、高野さんのためだ。君たち覚悟してくれよ。さーて、何秒で潰せるかな。くらえ！今度は俺の。
確かにミオンの気合の入り方は尋常じゃないよな。そこまでして気持ちを伝えたい相手がいるのか。本然でしょ。そこまで思われてるなんて相手の男は幸せだよな。もういい口なんだけど。なんか言ったか。いや別に、好きな人ができるとね、人は強くなれるんだよ、ケンちゃん。ミオン、あんたの許嫁ってのはこいつだってのかい。母さん、どうしてこんなところに。ミオンさんのフィアンセが暴れていると聞いて姉さんは心配して飛んできたのですよ。俺は暴れてなんかいないぞ。てか誰だよ、ミオンのフィアンセって。それはその…母さん、変なこと言わないでよね。ケイちゃんとはまだそんな関係じゃないんだから。まだこんなにも。若いのにごちゃごちゃ言い訳するんじゃないよ。火災、前原くんがどの程度の男かあんたもしっかり見極めておくれ。手加減はするんじゃないよ。もちろんです。前原くんが園崎の仮名にそぐわないような男なら鬼ヶ淵の沼に沈めちまいな。ひぃ、なんでこんなことに。ケイちゃん、こうなったらやるしかないよ。ミオンさんも本気でやる気になったんですね。当然でしょ。私はいつだって本気だよ。ケイちゃんと私は最強最高のコンビなんだから、これからそれをしっかり証明してやるよ。さーて、何秒で潰せるかな。面白くなってきた。蜂の巣かな。どうだよ。こんなもん。そりゃ。どうよ。ぶっ飛べ。私をここまで追い込む。少し。年貢の納め時です。今度は俺の番だ。まだまだ余裕さに。足の筋なんだ。
って。そりゃ少し。まだなかなか追いつけない。忍べないね。ガツンとやられない。ちょっと痛かったぜ。前原くんと言ったね。ミオンを大事にしてやっておくれよ。ちょっと母さん、ケイちゃんに変なこと言わないでよ。負けた人はさっさと帰ってよね。これで全勝。いよいよミオンの願い事が叶うんだな。で、ミオンが気持ちを伝えたい相手ってのは誰なんだ。え、まだ気づいてないの。あれ、なんかヒントとか言ってたっけ。どうしたんだよ、ミオン。願い事を言わないのか。うん、今するとこ。ミオン？やっぱりできないや。どうしたんだよ。あんなに願いを叶えるんだって息巻いてたのに、らしくないじゃねえか。いや、なんかフェアじゃない気がしてさ。魔法を使って気持ちを伝えてもあんまり意味がないんじゃないかなって。でも相手に思いを伝えたいんだろ。うん、そうだよね。どんなやり方でも気持ちが伝わることに違いはないしね。確かにミオンの言う通りかもしれないな。え？いや、願いってのは自分の力で掴み取るためにあるのかもしれないなって。でも助けがなければ叶いそうにない願いだってあるでしょ。叶わなくてもいいじゃないか。どうしても叶えたい願いがあるってことだけでも幸せなことじゃないのか。ケイちゃん？魔法の鏡を使ってすぐに願い事を叶えてしまうのはある意味不幸かもしれないぜ。夢を叶える過程も幸せの一部だとすればさ。ごめん、変なこと言って。鏡早く使っちまえよ。やっぱり帰ろ、ケイちゃん。願い事しないのか。うん、やっぱりケイちゃんの言う通りかもしれない。私頑張って自分で願いを叶えるよ。そうか。なあ、いきなりなんだよ。いいじゃない、行こう。